フェリックス3-0がギリギリでバルサかな。バルセロナは1日、アトレティコ・マドリーからポルトガル代表 FW ・ジョアン・フェリックス23、マンチェスターしてからポルトガル代表 DF ・ジョアン・カンセロ29が期限付き移籍で加入することを発表した。契約期間はいずれも2024年6月30日まで。完全移籍のオプションはない。ジョアンとジョアンがジョリー。カンセロはレンタルでたらい回しにされてんのか。フェリックスどこですか？マジでフェリックス・バルサ来たんか絶対来ないと思ってた。オーバメヤンとなぜつまはじきにされた選手が一時的に出世してしまうのか。アンスよりフェリックスの方が格上だろう。問題児2人獲得。使えるならアトレティコで活躍してるわ。フェリックスと買い腐ったみかん。そんなに地雷が好きならルカクも取っちゃえよ。トマタは我慢してればアトレティコ行けたのか。スーパーメンエラのカンセロ君はペップに何を言って切れさせたんやろね。フェリックス一番嫌いな選手だわ。フェリックスはバロテッティみたいなものか。フェニックスはポルトガルリーグで王様してろ。バルサの若手は出ては消えるのが通例だから冷めてしまった。三笘にいいねしてたのはアンスがブライトンに行く空いたところにフェリックスが行くってことだったんだな。当チャンネルは問題児構成施設バルセロナを応援しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。